中国遼寧テレビ局の都市チャンネルのキャスター、シュカさんは、最近個人チャンネルのライブ放送で、新陽市広告の住民にウイルス感染について警告したことが原因で、停職処分を受けました。多くのネットユーザーはこの事件を第二の利分量事件だと指摘しています。シュカさんはライブ放送で、新陽市広告の感染状況が公式発表よりも深刻であると伝え、視聴者に注意を喚起しました。 去的黄顾区的情况其实不容乐观，所以你们答应我啊，你们答应我出去的时候一定加小心。出去做核酸的时候，听懂没有？黄顾区的情况，你别看今天报的一个是于洪，其一个是和平，但是我告诉你，黄顾区其实，嗯，你们一定要多加小心，明白吗？你们听我的啊，我不能说为什么，也不能说原因和理由，你们就听我的就完了。黄谷。 ライブ放送を見てネットユーザーらは当局が感染状況を隠蔽していると非難しました。信用紙広告は後に確かに感染拡大で封鎖されました。しかし主家さんは当局が発表する前に警告を発したことで、両姉テレビから停職処分を受け、SNS アカウントも更新できなくなりました。 遼寧テレビはキャスターが個人のソーシャルメディアに感染状況に関する内容を投稿することを禁止しているとしています。さらにキャスターは常に党のためのメディア関係者である立場を最優先しなければならないと社内で通達しました。一方ネット上ではシュカさんへの支持の声が引き続き広がっています。あるネットユーザーは遼寧テレビのキャスターであるシュカさんが停職処分を受けたとニュースで見たが、 どこかで聞いたことのあるような事件だ。そういえば3年前、若い医師、武漢の李文良医師が運悪く事件に巻き込まれたことがあった。真実を語ったことで名声も財産も失った。今回はただ命の危険がないのが幸いだとコメントしています。別のユーザーは、当局がこの噂に反論しなかったということは、彼女の発言に問題はなかったということだと揶揄しています。 また、本来メディア関係者は真実を伝えるべきであって、当局の代弁者になってはならないとの辛辣なコメントも見られました。NTD ジャパンがお伝えしました。